はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ゴーイチコラボの服部と申します。今回はですね、フォーチュンカウンセラーの、水谷香乃さんにお話をお聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、はい、フォーチュンカウンセラーの水谷香乃です。よろしくお願いいたします。はい、はい、水谷さん、はい、まずですね、一番今ちょっと手元にあるんですけど、はい、数比率のかなり分厚い本を持ってられて、はい、はい、数比術の完全読集って、はい、そうですね、基礎から分かる数比術の完全読集という本を、はいはい、出しております。はい、はい、まあ、この本がベースになっているのは、はい、現代数比術っていうふうに僕は言ったんですけど、はい、はい、そうです。そもそも現代数比術って何かっていうのはちょっと教えていただけませんでしょうか。はい、ですね、現代数比術っていうのは、まあ、モダンヌメロロジーというふうに言われていまして、このベースっていうのは、ミセス・エル・ダウ・バリエッタというアメリカ人の女性が考案したものになるんですね。で、バリエッタが活躍したっていうのが20世紀の初頭になります。なので、こう今から100年以上前に誕生したものになりまして、そこから広がっている戦術と言えます。で、数比術には、数にはそれぞれのエネルギーがあるというふうに基本の概念がありまして、まあ、1なら1のエネルギーとか2なら2のエネルギーっていう基本概念があるんですけれども、こう私たち人間を含めた宇宙すべてのものがこう数の影響を受けているという考えが元にあるんですね。なるほど、はい、それはその数字っていうのはですね、はい、まあ、どういうふうにその数字っていうのを割り出していくかっていうのはちょっと、はい、はい、ですね、自分の生年月日と名前からこう割り出す数っていうのを読み解いていきます。はいはい、でそれによって、まあ、性質が分かったりとか、自分の役割が分かったりとか、まあ、他人からどう見られてるかっていうのが分かる戦術になります。はいはい、でメインとなる数字はですね、ライフパスナンバーといいまして、これはですね、生年月日をこう全て一つずつ一桁に分解してそれらを全て加算するんですね。はい、でその加算した合計が2桁になる場合はさらに1桁に分解して加算するという方法なんです。で基本的に私が扱っている現代数比術ではですね、1桁の1から9までの数、これをルートナンバーっていうふうに呼ぶんですね。それと、2桁の数字11、22、33というこの2桁の数字を扱うんですね。でこの11と22と33はマスターナンバーというふうに呼ばれてまして、はい、合計12の数字を扱います。はい、でこう計算して出た数字によって、まあ、自分がどんな数のエネルギーを持っているかということが分かるんですね。でその数によって、まあ、自分は何者なのかということが少しずつこう紐解かれていく感じになります。でそういう意味では数比術っていうのは自分を知るとてもすごいいいツールだなというふうに思っています。なるほど。今の誕生日からですね、はい、割り出すっていうことを聞いたんですが、はい、それ以外、要するにライフパスナンバーっていう以外にはどんな数字があるんですか。はい、はいはい、ライフパスナンバーっていうのは、まあ、その人のメインとなる数になるんですけれども、はい、まあ、合計で他にも合わせて5つあるんですね。はいはい、でライフパスナンバーっていうのは生年月日から今やったように割り出すものなんですけれども、まあ、人生でどんな道筋を通るのかっていうふうに表す最も重要な数字でして、はい、まあ、才能とか性質とかそういうのを見ていくナンバーになります。はい、で2つ目はディスティニーナンバーというふうに言われてまして、これは名前から出します。でその自分の役割とか果たすべき使命とか、そういう人生の目的とかすべきことを表すナンバーになるんですね。で3つ目のソウルナンバーも名前から割り出しまして、こう本能的な欲求とか心のこう奥にある本音っていうのを表すナンバーになるんですね。で次がですね、パーソナリティナンバーっていうんですけど、これも名前から割り出します。でこれはですね、周りからどう見られてるかっていう、そういう自分の印象を表すナンバーになります。はい、で最後5つ目がですね、バースデーナンバーというんですけれども、これは生年月日から割り出します。これは自分の強みとか武器とかを表す数字になります。でこの5つの数字を読み解くことによって、まあ、自分は何者かっていうことが、まあ、紐解かれていってっていう形になります。なるほど。はい、結構ね、5つとかいろんなこう数がね、はい、種類があって、なかなか
興味深いんですけど、はい、この数比率、はい、もうちょっと次回ですね、はい、掘り下げて、はい、お話をいただけるということなんで、はい、ぜひですね、はい、次回も、はい、お楽しみにご覧になってください、はい、今回どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。